ということをぜひ意識してください。話の中のここにこんなことが書いてますよということをみんなに伝えられるといいです。さっき彼女は歯が大きいって言いましたよね。それはどこからわかりますか？根拠を示してください。大きな木をかじる。だから大きな歯になっちゃうかな。そうですね。他にはない。大きな歯って書いている。ああ、そうですね。ちなみにどのくらい大きな歯って書いてるか、どこかにあるんだけど。どこ？シール。のみね。日本ではのみと言います。そうですね。のみのような大きな歯だよということを書いてますね。今のようにして根拠を示してくれるのがとても大事です。さあ、
で、皆さんに渡した絵なんだけど、実はもう一つ私書き忘れてるところを見つけちゃいました。ในภาพที่แจกไปเมื่อกี้นั้นมีส่วนนึงที่คุณครูลืมวาดค่ะชิปโป้じゃあ今度はみんなその紙に尻尾を書いてください。友達と見ないで、友達の見ないで、一人で描く。一人で